国語でオブライアン、シントトロ移籍公式発表。新加入、ゴールキーパー、国語でオブライアン選手、SL ベンフィカより完全移籍のお知らせ、少しでも早くシントトロイデンのユニフォームを着てプレイしたいなと思っています。おお、ブライアン、シント移籍決まった。A 代表の守護神目指して頑張ってくれ。ブライアンくん決まったのね、頑張れ。ついに一部へ、活躍期待。ブライアン、シントトロイデンへ、頑張れよ。オーベンフィカ出身の箔もついてるし、ちょっと乗れればすぐステップアップできそう。ってことは、ザイオンさん出ていく？もうザイオンは移籍決まってるってことかな？パルマか、はたまたユナイテッドの可能性もある。国語さんトトロか、いよいよザイオン選手はステップだな。マンチェスターユナイテッドに第2のオナナ翔平派よ。国語は今季神がかってたザイオンと常に比較されるから相当成績残さないと現地評価厳しそう。シントのセンターバックは恐ろしいぞ。やばいのは変わりませんが監督変わったのでビルドアップ引っ掛けて失点は減るはずです。自分がこれはすげえやと思ったのはカウンター受けて戻らないセンターバックたちのシーンが多かった印象です。フィンク変わったんですね。新監督は元 MLS。おや、危険な香りがします。日本のキーパーの未来は明るい。